巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ！構えろ！はっ！待って！これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ショート、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのか？リヴァイ殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。あいつはなんで？ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは？上にはちゃん
んと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。そうか、確かにそうかもな。とにかく俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間よろしく頼むな。大丈夫かアルミ。さっきの訓練はちょっと辛かったけど。無理しないでアルミ、今水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよアルミ。お前にはやっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおいアルミ、お前に脱落されたら私が困る。トロイおとり役がいなくなると面倒だからな。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。いや、いいんだクリスタ、本当のことだから。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おいアルミ、ちょっとでも体力をつけようと思って寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。そんなことないよ、ちょっとでもみんなとの差を埋めなきゃって思って。ねえ、君に一つ頼みがあるんだけど。
よかったら僕の体力作りに付き合ってくれないかな。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。今ずいぶんと派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？訓練じゃ習ってねえからな。ていうか俺も習ったわけじゃないっていうか、もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何のよ？なあ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？いいよ。もう行っていいかい？おい、大丈夫か？兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ、確かに兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。あなたはどう思う？ごめん、手当てまでしてもらっちゃって。ありがとうクリスタ、助かったよ。ううん、気にしないで。二人ともこれからはちゃんと気をつけてね。女神様、眩しい。あれ、あなたはどうしたの？うん、さっきの訓練で怪我しちゃったみたいで。しかしクリスタは俺たちのことをいつもよく見てるよな。すげえと思うよ。私あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところならみんなの役に立てるかなって。
偉くなんかないよ。友達を助けるのなんて当然のことだから。でも今の私には大したことなんてできないし、もっと専門的な処置が学べればいいんだけど。なら駐屯兵団の診療所に行ってみるのはどう？人手が足りなくて手伝いを募ってるって聞いたよ。駐屯兵団の診療所か。そういえば行ったことなかったな。その話長官に詳しく聞いてみるよ。本当？嬉しいな。あ、いけない。私はそろそろ戻らなきゃ。アルミンとジャンはもう無茶しちゃダメだからね。神にすがりこの先どうなるこの匂い神兵か。神聖な壁を疑ってはならん。なんだ、ガキンチョ。こんな、あなたは。超絶美女の巨人はおらんか。
トロストク復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。皆頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。ハンジ、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい。そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら、私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい？え、何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。それに、あの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。あ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。こっちに強い巨人がいるのかな。発射。こんばんは。お、かわいい巨人がいるね。こんにちは、遊びに来たよ。こんなもんか。これより目標に向かう。よくやった。生け捕りにできれば最高なんだけどな。そういえば君、馬の扱いは得意？
相手になるよ。知ってると思うけど、敵害調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体機動と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。アジトン任せます。やるよ。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おい、拠点の設営は終わりそうかい？分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。次だ。よし、討伐完了だ。すみません、これで検証を進められます。任務ありがとう。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。では七馬が戦っているね。やあ七馬、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。幹事、少し手を貸してもらえるかな。よし、これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ。これで検証に移れそうだ。ありがとう。始末してやる。さっき作ったのは補給支援用の拠点なんだ。きっと役に立つからぜひ利用してくれ。よしよし、無事に片付いたね。相手になるよ。落とした。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。 やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。うちだ。やるよ。はい、カタコさん。了解。よし、なるよ。始末してやる。このまま。こんなもんか。ねえ、早く前線に行くよ。どんな子たちが待っているか気になるだろう。巨人の群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。やるよ。アンジ、なぜここに？お前の担当は壁付近だろ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。救援要請を確認。私が向かいます。ハッチさん、片付けよう。よし、すごいじゃないか。やるよ。ハッチ、
新兵にしてはやるようだ。このまま。やっお前は新兵のおもりだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする？せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。はい。こんなもんかい。片付けよう。たくさん巨人と会えたのはいいけど、面白そうな子はいないな。部隊長、見直しました。巨人の観察に夢中になっているのかと。今ってやれ。ハンサメ当たってます。 よし。拠点は頼んだ。やるよ。次だ。片付けよう。そうだ。落とした。そうはつかみよう。相手になるよ。次だ。これだけ倒せば仲間の助けになるだろう。片付けよう。そうはつかみよう。拠点を作ってくれ。始末してやる。頼みます。了解。よし。こんなもんだ。へえ、やるもんだな。やるよ。片付けよう。どうだ。このまま。落とした。よっと。よし、巨人の攻勢はしのぎ切ったようだな。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについていこうか。縁談はまずいぞ。アンジュ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。始末してやる。あ、見てた。あそこで巨人と戦っているのはゲルガだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。
近の巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとな、助かったぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。大丈夫でありますか。まだまだ戦える。さあ行くぞ。連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。アンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。頼みます。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。見ろ、新手の巨人が来ているぞ。面倒だ、さっさと片付け。任せます。ここで君みたいな巨人に会えるとは。メリバイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろう。たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあお前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。うん、それがいいと思うよ。カッコつけてすぐ舌を噛むような人を目指してもね。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえと
お前も存外見る目がねえな。みな、ご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか？通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ。もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。